囲まれたな。この追跡力からして雲隠れ、手だれの金閣部隊か。この場合誰か一人が陽動で気を引くしかない。おとり役か。まず命はない。誰が変わるのはまだ二つだと。こんな忍び世界は絶対間違ってる。お前のようなやつをガキというのだ。父上、本当の協定同盟はできねえだろうか。そんなこと言ってるとお前も死ぬぞ。これからの忍びは感情を抑え、きっちりルールを作って、それにのっとって余計な戦いを避けておけばいい。おとり役はもちろん俺が行く。ダメです。あなたはおかげなんですよ。俺の命に代える言葉だ。一族の皆も同様だ。さらばだ。国は関係なく、忍びが皆協力し合い助け合い、心は一つになる日が来ると夢見ている。これが俺の思う先の夢。サルよ、里を慕い貴様を信じる者たちを守り、そして育てるのだ。次の時代を託すことのできる者です。最高の忍びと歌われ、今の木の葉を築き上げたおかげさまだ。さすがは仙台といったところですね。聖遁聖人兵器だから、水のないところでこのレベルの聖遁を発動できるなんて信じられない。偉大、あなたのしてきた制作や作った術は後々厄介なことになってばかりでして、うちらの悪に疲れた小僧がここでわしが。奴らうちらは悪に疲れた一族だ。忍び一の速さを誇っていたお前が、うちらマダラの危うさ、シラバの穴、この二人の間を取り持ちつつ里を守り救い固めるのが二代目のわしの役目だ。もらった。